静かに来るな怖いやろどうもしばです。本日はですね、めちゃめちゃ味のある町中華に行こうのコーナーです。お、はいはいはい、はい、もうすでに味があるけど、これな、もう沈殿のところから、あ、この通りね、これ沈殿やんな。そう1本入ります。1本入ったら、いや怖いからで、どこなんここ永楽軒さん、めっちゃ味があるくない？うまやね。ちょっと中に入った感じがテレビにも映って、そう推しは酢豚らしい。なるほど、うん、ちょっとだからその辺も含めてね、調査に行きましょう。酸っぱい豚が酸っぱい豚を食うのね。僕のこと言ってるのか、うん、もうそういう年やからな。そうやね、うん、行きましょう。すごい優しそうな人やね。うん、めっちゃ優しそうな人。何行こうかな、ちょっとメニュー見ていこうか。とりあえずメニューがこんな感じ。昔ながらの醤油味めっちゃ気になるな。気になるね。うん。で、カニ焼き飯。これがな、なんか、用意どんにおすすめ3に紹介されました。その辺も含めてね、調査していきましょう。何けど気がついて。はいはい。いつも定食食うからデブなんで。今日は一品メニューでこう、軽く食べていこう。二人で。2人とも定食食べるからデブになっていくね。どんどん一品料理をこうな、つまんでいったり、2人、あ、つまんでね、女が2人ともダイエット、間違いない。よし、行きましょう。すいません、ラーメン、これ片面いけますか？はい。でですね、カニ焼き飯おすすめって何かあります？酢豚と餃子。はい、じゃあ酢豚と餃子お願いします。餃子は3人前お願いします。とりあえずそれで、あと瓶ビールお願いします。ほら、今日うまいこと言ったんだ。でも酢豚有名やね。おお、なるほどね。ありがとうございます。すみません。今日は赤星。店確定したもん。あ、大瓶。大瓶。これ東京では大瓶っていうらしい。お、そうなの。それどっから境目？名古屋かな。大瓶って言えへんの？その辺ちょっと分からへんな。どうなんよ。また見出したね。なんか足りないような気がしてきたやろ。いや、ちょっとさ、不安になったからさ、そう、レバニラめっちゃ食いたい。どう？あ、焼きそば食いたいんだけど、どうしよう。だけど麺食うもんな。ラーメン食うな。ラーメン食う。いや、焼いたらまたうまいね、ソースが。なあ。うん。焼きそばとレバニラお願いします。はい。焼きそばとニラレバの追加。坊ちゃんめっちゃおすすめの酢豚きたで。うわ、うまそう。これめっちゃうまそうやな、これ。うん。なあ、これ新たな僕ら健康なんじゃない？こういう食べ方しようよ。健康やで。いただきます。これ新たな健康や。まあまあな。うん。おっさん二人おんねんから、おっさん使わなあかんねん。こうしたらいろんなもん食べれる。あ、そうやな。うん。いろんなメニュー紹介できるな。うん。これめちゃめちゃうまい。うん、だけどしたけどめちゃめちゃうまい。酢豚はな、もうな、野菜が美味しく食べれる。ほう。うん、あ、甘みがうまいし、まあ確かに酢豚は野菜うまく食べれるな。めっちゃ食べれる。もう今、白ご飯がいたい。これもう絶妙な味付け。酸っぱさと甘さのバランス、うん、この豚肉さ、揚げてんねんけどさ、揚げの香りがもう最高や。めちゃうまい。なるほど、うん、で、これが昔ながらの中華そば。ここもツボを押さえて熱々やな。ほんまやね。な、うん、まずはスープ。もうこれぞまさしく中華屋さんの昔ながらのラーメン。もう汁物です。はい、うん、このな、質素な感じがめっちゃいいねんこれ。そうやな。うん。飽きひんなこれが。そう。ほんまもう汁物感覚。うまっ、おいしい。おいしい。一口目汁物感覚、二口目あれもうやみたいな、三口目になるとさ、もう一杯いきたいなみたいな。グビグビどんどん。ほんで麺と一緒にいくとめっちゃいいな。なるほど、うまい。チャーシュー、お、分厚いな。うわ、でっか。うん。何？フルコースみたいになってるけど、いつもとちょっと違うな。そうそうそう。いつもの中華料理的になってる。なあ。で、餃子。この焦げ目がなんか歴史を感じるわ。せやな、ええな。どれ？中まで熱々。うん。あ、なんやろ。ちょっとハマる味かもしれない。あ、そうなんや。うん。薄ら塩味やね。で、中のあんがほのかに甘い。うんうん、うまい。何これ、バクバクいけるよ。へえ。で、味の決め手はやっぱりこの香ばしさ。うん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 。はい、ありがとうございます。やばいやばい、いっぱいいった、いっぱいいった、いっぱいいった。ちょっと待って、何かミスってる。定食よりカロリーあるんじゃろこれ。大丈夫か。もうこんな感じですかね、今ね。こんな感じですかね。定食よりカロリーあるんちゃうか、これ。ハーフやから。ハーフ、ハーフ。今から坊ちゃん食べれるか。ハーフ、ハーフ。ちょっと焼きそばいっていい？焼きそば。焼きそばめちゃめちゃうまそう。うまそうやな、これ。うん。中華屋さんの焼きそばって絶対美味しいから。なあ。中華屋さんの焼きそばなんで美味しいか僕知ってんねん。なんで？まあちょっと食べるわ。油がさ、通常サラダ油とかやっぱ中華屋さんはさ、ラードとか入ってるし、あと鶏ガラスープとかいろんなスープあるじゃん。スープちょっと入れてくれる。うまい。お味でめちゃめちゃうまい。食べるべきの分野。焼きそば、これなんぼでもいけるわ。いける。ペロペロいける。ペロペロいくから食っておんねん。で、これがカニチャーハン。うまそうやこれも。なあ、カニしっかりおるわ。いや、めっちゃカニおる。はい、ありがとうございます。ちょっと定食の方が言うな、言うな。それ以上言うな。それ以上言うな。けどな、定食じゃこのうまさを味わわれ。そうやな、いろんなものを味わわれんな。香りがいい。香りが。カニが入ることによって。すっごいガス代を心配するぐらい全部こう香る。めちゃめちゃうまい。早く食べないと父ちゃんのプレッシャーがすごいから。早く食わせろ。分かってる分かってる。これであれやからもう。そうやな。ゆっくり食べよう。でこれも僕ら大好きなね、レバニラ炒め。なあ、このしめじ入ってんの珍しいね。うまいな。なあ、おい。めっちゃ食いながらやるやん。めっちゃ食いながら仕事するやん。レバーがまた大きいわこれ。ほら。カメラ持ってくださいな。もうちょっと待って。もうちょっと我慢しろね。おい。あ。美味しいわ。やっぱな、この美味しいレバニラ炒めって、当然レバーも美味しいやんか。やけどな、やっぱな、この野菜がうまいねん。というよりも、まあ野菜うまいやんか、これ。というよりも、この下に溜まってる、このお汁。これがうまいねんな。そうやな、うまい店のやつは。な。あー、ラーメンうまそう。そっからのラーメンうまそう。うまい。うまい。あ、そうです。めっちゃレバーいけん。いや、そらレバーがうまいやろ。うまいな。ちょっとどうなんでかもう。ごめんごめん。うまい。まあ坊ちゃんもお気づきになられてると思うんですけど、ハーフサイズとか言って食ってたらデブやつ。一緒だよ。結局食べてるよ一緒。けど若干炭水化物が少ないような気がする。なわけあるか。チャーハンにラーメンと焼きそばやね。白ご飯がないから炭水化物がないイメージになったよ今。あ、そういうことやな。今日の料理の中で油くぐってない料理はラーメンのみでしたね。ですね。デブになっちゃう。デブでしょ。違うよ。でもな、柴さん嬉しいことを俺報告したるわ。この間さ、俺後輩が柴さん見たらしいんです。筋肉がついて 1.5 倍ぐらいがたいよくなって、あれ全然太ってへんやってめっちゃ絶賛してた。あ、そう。最近ちょっと筋トレまだやりだすから、なんかそれで「いえいえあれただデブやでデブやで」って俺言うてんけど、なんでやん、あげとけや、なんで下げんの、毎日見て食生活見てるやん俺、ほんまに下げんな、そこがたいよくなってかっこよくなっていってるやん。おおいいね、評価があってさ、これは絶対言うたろう思って、ただのデブやねってうざいねんけど。先生大満足でごちそうさまでした。やっちまいましたね。やっちまったな。かなり腹いっぱいや。そりゃそうやろな。ジャストサイズとか言うて一人前ずつあんだけ頼んだら何忘れてた？商売道具。ほんまや、ありがとうございます商売道具、商売道具優しいね、優しい、ほんまになかなかないな、走っても追ってきてくれるって。そうやなまあとりあえず話は戻りますけど、やっちまいましたよ。やっちまったな。やっちまった。あれは食いすぎやでな。あと相棒がちょいちょいお腹いっぱいになったら全然食えへんくなるっていうせやな。最初だけ勢いよくて、俺も腹いっぱいやわな、言うな、それを言うなそういうこともあるんだほんまに。ということで本日はありがとうございました。またねー。お前さん事故です違う、顔事故ってます。顔事故ってるよな